スミレコンゴウインコは、長高オウムメインコ科に分類される鳥類。別名スミレコンゴウ、ヒアシンスコンゴウ。ブラジル固有主全長90から100センチメートル。頭部は大型。全身の羽衣は、右青色。翼は紫色帯。おはやく仮面は、アンハイ色。目の周囲と、下口ばし器部には、羽毛がなく、黄色い皮膚が露出する。交際は、石葛色。 くちばしは大型で、くちばし及び、講子の色彩は黒い。サバンナや湿原、開けた環境の周囲にある乾燥林などに生息する。ペアもしくは小規模な家族群を形成して生活する。渡りは行わないが、アマゾン川流域の個体群は季節によって長距離移動することもある。植生は、植物食で、主にヤシの果実を食べるが、他の植物の果実や、 陸生の貝類を食べた例もある。繁殖形態は卵生。ヤシの軌道、断崖などに巣を作り、7から12月に2個の卵を産む。放卵期間は27から30日。育数期間は105から110日。農業や牧畜による生息地の破壊、羽毛用や食用、ペット用の卵獲などにより、生息数は激減している。1987年に、 ワシントン条約付属書 I に掲載された。ブラジルでは法的に保護の対象とされている。巣箱の設置、エコツーリズムなどの保護対策が進められている。1997年におけるパンタナルでの生息数は5000羽以下、マンガベイラス産地での生息数は1000から2500羽と推定されている。ありがとうございます。